セーブリブリライオンズ不起訴になったけど負け、うんちっちぶり、もう今年は最下位で終わっちゃえば、もう愛と使うのやめよう、ヒアンダニで負けててくさ、愛人もう見たくないわ。見てなかったけど今日も負けたんかも。山川出して笑いどれよ。これで松本の負けなの欠陥だろ。愛との首が近づいたので実質勝ちやろ。愛とって昼間みたいな目のトレーニングやったところで無駄か。愛とはもう見たくないんだが、見なくて済むようにトレード加減益ドラフト頼むわ。今日も打線が打てませんでした。和夫が愛と好きなのは分かった。また負けたのか。本当上がり目ないな。外野なんて将来のこと考えて長谷川と昼間固定すりゃいいのに。どうせ再開ならそういうところ意識してやってくれ。この前誰か書き込んでいたが、愛とは2軍の打席も甘い球芝居てるだけみたいなんだっけ。愛とが則本得意って言っても10打数3安打三振4やから単にバビってるだけやろ。まあ今日チーム唯一の打点上げたから首脳陣は満足やろうけど、もう山川不起訴なんやし使えよ。どうせ使っても使わなくても出ていくんやし最後まで使い潰せや。ノーアウト得点圏を無にする打線、さすが12球団ワースト打線やで。ご視聴ありがとうございました。